セリクプ人男性。セリクプ人は、ロシア連邦、西シベリアのエニセイ川中流域左岸一帯に住む、サモエード系の狩猟、魚老民族。旧称は、オスチャークサモエードオスヤックオルトサモド。人口約3600人。セリクプ語を話し、人種的にはモンゴロイドをベースにわずかにコーカソイドが、混じる。かつてはより南方のオビ中流域に、 本拠地があったが、一部が17世紀に厳重地へ移動した後、本拠地のセリクプ人は著しく、ロシア化されてしまった。セリクプ語は、ウラル語族、サモエード語派ミナカタ群を代表する唯一の現存語である。文化的には、セリクプ人は、北方軍のサモエード所属よりもむしろ、同じく内陸河川流域に住む、ハンティ人、ケット人の方に近く。 このためこれら3集団はかつてオスチャークと総称された。セリクプ人はウラル語族系民族であるが、ウラル語族に関連する Y 染色体、ハプログループ N がわずか6.9%しか見られず、アメリカ先住民や近隣ロケット人に多いハプログループ Q が66.4%も見られる。これは元来ケット人同様にエニセイ語族の言語を話していたが、 過去のある時点において、ウラル語族に言語交換を起こしたためと考えられる。ありがとうございます。